かばやまでございます、お昼ご飯が終わりまして、まだ終えてられない方もおいでのようですが、午前中大変、格調の高いお話で、お疲れもあろうかと思います。格調の低い話をするわけにもいきませんが、少し無駄話から始めさせていただき、お揃いになったころ本題という感じになればと思っています私は東京に住まっておりますが、実は今日の講演者の多くは東京におります。今朝早くおいでになった方もおいでになりますが、ほとんどの方々は昨日夕方から夜にかけて京都に入りました。ほとんどの方々が、私も含めて皆、地震の影響を受けました昨日夕方4時16時35分頃ということですが地震がありまして、東京都内でも、震度5弱という、近年あまり経験したことがない地震でありました私はたまたま、京都に来ようということで、地下鉄の駅のホームで待っておりましたら、揺れました。ホームが揺れるというのは、地下鉄のホームが揺れるというのはもう一つ理解しにくいんで、縁の下があれば揺れるのはよくわかるんですが、地下が揺れるというのは初めて経験いたしまして、電車が揺れるのはわかるけれども、電車を止めるホームの方が揺れるというのはこういうことなのかと。さあ、普通ですと家が倒れると危ないから柱の陰に隠れようと思いますが、地下でもって家が倒れるということはないし、一体これはどうしたものかといって、周りの人見たがみんな人がどうするかといってギョロギョロしてるんですが、やりようが分かりませんでした、そのうちに電車が走らなくなりまして、私は、たまたま判断がよくすぐに地上に上がりまして、走ってる地下鉄、タクシーを拾って東京駅に行き、新幹線は20分ほどして走り始めましたので、運よく京都へ比較的早く入れました。一番遅かった方は、ほとんど終電に近かったようでありまして、こういう、都会における地震にどう対応したらいいかというのは、こんなことで一回で教訓にはなりませんけれども、さあこれからどうしようかということをいろいろに考えさせてくれるいい機会ともなったと思っています実は私、つい先頃まで、3月末までですが、東京上野にあります国立西洋美術館というところで館長を務めておりました。私の先輩には先ほどお話がございました高階先生は私の前の前の館長でいらっしゃいましたけれども、美術館の館長を務めておりますと、実は大変気がかりなことがあります。もちろんいろいろなことがありますが、何よりもすぐに反応することは地震です。美術館にはもちろん絵、彫刻、その他工芸品等、地震あるいは火災など災害に対して弱いものがたくさんあります。そう大した地震でもなくても、あるいはまたそう勤務中でなくても、よそにおりましても地震があった時にははっと気になりまして、担当の部署に電話をしたり、あるいは外におりましてもすぐに、今では、セキュリティ用の携帯電話を持っておりますので、すぐに自分の、部署を呼びまして、今の地震で大丈夫だったかと聞くのですが、何を心配しているのかと、大丈夫大丈夫と言って一向に取り合ってくれないのですが、それにしても一番私たち日本人にとって心配なのは、地震です。無論その他いろいろありまして、さあテロにあったらどうしようかとか心配すればキリがありませんでしたけれども、とりわけ地震は、とりわけ彫刻が倒れた場合には、これはもう確実に大きな被害になる。阪神大震災の時には、多くの陶磁器などの工芸品が破壊されたということはよくご存知の通りであります。というわけで、昨日も実ははっと気がつきまして、電話しなきゃいけないのかなと思い、いや待てよ、今私は館長ではないんだから壊れてもいいとは言いませんが、私の責任でもないやと思い、はっと安心したのでありますけれども、いずれにしましても地震がもたらす私たちの生活への影響、波及は大変大きいものがあるということは私たちはよく知っております。そんなことで、京都は比較的地震の少ない五重塔がたくさん建っているところでもありますけれども、どうか、京都とフィレンツェ合わせこういう都市の文化を考える際に、地震を含めた、災害、自然災害を含む災害に対して、どう対応防御するかということをぜひとも、真剣に考えていただきたいなという気がいたします
さてところでその地震でありますが、無論地震が起こったときにこれに対して博物館美術館などが全くの無防備であるわけではありません。とりわけ1995年の阪神淡路大震災に、あったということがありまして、その後多くの施設では何らかの形でもって地震対応の方策を考えました。これは私の時ではなく前の前の高階館長の時になさった仕事でありますけれども、免震という措置があります。地震を免ずると書きますが、免震でありまして、耐震ではない、地震には絶対強いというわけではありませんが、しかし免震措置をすることによって、つまり彫刻の下に一定の台を置くことによって地震のエネルギーを軽減することができると、したがって被害を軽減することもできるという、そういう仕組みであります。机の上の計算によればですけれども、地震の揺れを大体 90% 程度削減する、つまり 10% に抑えることができるということで、これまで現在まであった地震の最大のものであっても、少なくとも彫刻が倒壊してひっくり返って壊れるということはないという、これも実は机上の計算じゃないかという気がするんですが、そういう免震措置をいたしました。その結果といって、実はその後大きな地震がないので被害が起こっておりませんが、時折実は小さい地震の時にどの程度揺れたのかといって、その記録簿を見ますけれども、ほとんど揺れてないので、いやもう本当免震措置は本当は必要だったのかなと心配する人もいます。いずれにいたしましても、少なくとも国立西洋美術館をはじめとする代表的な博物館美術館では、このような免震措置を講ずるようになりまして、仮に深刻な事態に至っても、人類共通の文化財である芸術品美術品などはともかくも何とか守られることになったと私たちは確信にしています。その一つ、私たち、かつて私どもの古巣であります国立西洋美術館で最も大きい彫刻、またこれが倒れたら深刻な問題になるという彫刻をまずご覧いただくことにします。お願いします。それでですね、普通にご覧いただけると思うので電気を消さずにやってみます。あるいは少し電気を落としていただいて、と言いますのは、真っ暗にしてしまいますと私も含めて皆さん方メモが取れません。明るくしてしまうと今度はこっちが見えないという、なんか絵と文章というのはどうも両立しにくいようで、今朝の高階先生のお話ではうまくいっていると言うんですが、うまくいっているところもあるが、なかなかうまくいかないということで、今回は電気を落とした形でやってみますので、もし、図像の方が絵の方が見にくければ、もう少し電気を落とすという、プラクティカルなというかなあなあのやり方でやっています。言うまでもなくロダンの地獄のものであります。先ほど午前中にもございましたので2度目の登場ということになりますが、このロダンの地獄の門につきましては、ここにはもちろん映してございませんけれども、この下に免震材が入っておりまして、仮に揺れても十分に、ありました、この下に免震材がございまして、免震材映してありませんけれども、揺れを十分に吸収することができるようになっています。さてロダンの地獄の門ですが、午前中のお話もございましたので繰り返しませんが、今でもなく、ダンテの新曲地獄編に基づいてロダンが1880年以降死ぬまでかかって作り続けた代表作の一つであります。この大変な大きさでありますので見上げるようでありますが、ご承知の通りに一番上にあります、考える人、現在私たちがよく知っているのはこの考える人の拡大版、大きくした方なものでして、世界で30数体あるそうですが、こちらのが、考える人で、ロダンはかつて最初はこの像を詩人ダンテそのものとして構想をしていたと言われています。その後作業が進むにつれ、制作が進むにつれ、単にダンテという詩人固有名詞ではなく普遍的な人物、つまり文字通り考える人としてこの一番上に据え、そしてその下に地獄編に現れます多数のさまざまな情景をそれぞれ小さい形でもって、写し込んでいきました。
正確に数えた人によりますと200何十人の大小の人物がいるそうですが、その中には先ほど午前中ご覧いただきましたウゴリーノでありますとか、パオロとフランチェスカでありますとか、地獄編の中でも最もよく知られているものがこの中にそれぞれの形でもってはめ込まれています。今更私が申し上げるまでもありませんけれども、ロダンはこのダンテの新曲とりわけ最初の地獄編の部分を、綿密に読み込みながら、そこから大変多くのいわば、芸術制作のインスピレーションを汲み取りました。当時大変よく知られておりましたウゴリーノや、あるいはパオロとフランチェスカの草案だけではなくて、その他、数え方にもよりますけど、数十個のそれぞれのトピックがこの中に表現され、まあ、こうすることで文字通りヨーロッパで長らくにわたって読み継がれてまいりました新曲と、とりわけ地獄編と、そしてロダンという彫刻制作の、芸術技術とが文字通り融合した一つの記念碑というべきものをここに作り上げることになりました。これまた午前中の話にすでに出ておりますように、ダンテの新曲はこのロダンの地獄の門、地獄門の門をはじめといたしまして、数多くの芸術作品に対してインスピレーションを与え続けてまいりました。ドラクラも、あるいはギュスタフ・ドレも、あるいは近くは20世紀になりましてもサルバドール・ダリーといった多くの芸術家たちがそれぞれの方法でこのダンテの新曲を絵画、版画、彫刻などさまざまな形でもって表現し、このことが、これらがヨーロッパにおける芸術、とりわけ美術表現の最も重要なトポス、トピックになったことは疑いないところであります。そのことでこの作品は単にロダンの人間の肉体表現がいかに凝縮したものであるかということを見ると同時に、ヨーロッパ人たちがダンテに対してどのような思い、想念を寄せてきたかということを考えるための一つの重要な手がかりであることは間違いがありません。ここは京都でございますので、おいでいただご覧いただくには東京までご足労いただかなければなりませんが、上の、考える人の拡大版は、京都国立博物館の前庭にございますし、また、この、地獄の門の全体は、静岡にもございまして、静岡県立美術館、東京より少し近いですので、ここにおいでになりましてご覧いただくことができます。今世界で現在7体鋳造されており、日本に2体、それからソウルに1体と、アジアで3体も見ることができますので、もしソウルにおいでになる機会がございましたら、ソウルの方もご覧いただきたい。みんな同じだと見えるかもしれませんが、厳密に言えばどれも同じではありません。少しずつ違いますが、まあ、いずれにしましても、これの、ロダン、地獄の門を通して、ヨーロッパ人が、あるいはヨーロッパの芸術家たちが、どのようにして、文学作品としてのダンテ新曲からインスピレーションを受け取り、それをそれぞれの時代に表現していったかということを見る、考えるための重要な手がかりとなるだろうと思います。というわけで、私どもかつて当事者だった人間は、地震なんかでこんなものを壊しては、これはロダン一人のみならず人類 の多くの方々に大変申し訳ないと考え、免震化もいたしましたし、また担当者たちは揺れますと、まず最初にやはりこの免震台がどの程度揺れたかということを真っ先に走っていって、観察するという、そういう事態になっているということをご理解いただきたいと思います。